水曜日のカンパネラ歌羽が陽キャのギャンブラーに、スノーマン・ラウール主演映画赤羽骨子で、水曜日のカンパネラの歌羽が、スノーマンのラウール主演映画赤羽骨子のボディガードに出演する。8月2日に劇場公開される赤羽骨子のボディガードは、週刊少年マガジンで連載中の丹月正光による同名漫画を原作とした作品。とある事情で命を狙われることになった曹操寺高校3年4組の赤羽骨子、赤羽骨子と彼女を守るためにボディガードとなった伊吹荒国、伊吹荒国、そして同じく赤羽のボディガードである3年4組の生徒たちの奮闘が書かれる。伊吹をラウール、赤羽を出口夏樹が演じる。歌羽が扮するのは、サンゴ色のツインテールが特徴的で、美容キャのギャンブラー首藤光蘭、首藤九蘭。殺し屋から赤羽を守るために、ギャンブルで賞賛を割り出し戦う。赤羽以外全員がボディガードという3年4組の生徒のキャスト情報は、映画の X、Twitter、公式アカウントで一人ずつ公開中。発表の前日にはラウールによるヒント動画も投稿されている。なお、昨日5月5日に公開された須藤のヒント動画でラウールは、発明家とコメントしていた。